皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は滝沢道場の10日目の動画でございます。最終日の動画でございますよ。ほんまにもう皆様たくさんたくさんギターの練習お疲れ様でございました。今までこうね、地味な練習とか大変な練習とかがあったりとかしてさ、こうもうね、もう、まあ、はぁ、もうこんなやっとられればもうむず、あぁ、もう大変だ、はぁ、迷いにみたいな感じになった方も結構いらっしゃると思うんですけどね、本当にもうここまで頑張っていただいて本当にもう感謝でございます。本当にもう最終日までありがとうございます。本日最終日のこの10日目のビデオに関しては、具体的な練習方法うんたらかんたらっていう感じじゃなくて、どっちかというとこう皆様が これからどんな練習をしたらいいかとか、なんかどんな風にこの練習をしていったらこの上手くなるのかみたいな感じで、そんな感じのなんかこう練習の方法とかその心構えみたい なんかそんな感じの話をさせていただこうかなと思いますので、一元な練習、パタパタ練習、クロマチック練習、スケール練習、リバーススケール練習、もう好きな練習をしながらのほほんとご覧いただきますと幸いでございます。はい、とりあえず、前置きとして、先ほども言いましたけどね、本当はもう滝沢道場10日目まで皆様本当にもうお疲れ様でございました。もう今までね、その地味な練習とかね、大変な練習とかすごいあったけれども、この滝沢道場のこの10日間で皆様にそのまず一番伝えたかったことっていうのは、どっかの動画でも言いましたけども、そのやったらやった分だけ上手くなるっていうことなんですよ。まあ今までの練習の中でもさ、そのめちゃめちゃ難しい練習とかすげえしんどい練習とかあったと思うんですよ。でそれらをチャレンジしてさ、いやこれマジ大変だよ、マジかとか、なんか、これ本当に上手くなるのかみたいな感じに思った時もあると思うんですが、結構そういうのをね、そのずっと続けてたりとかすると、意外と、なんか思ったよりもその、ね、スピードが上がったりとかね、指が動くようになったりとか、なんかこのもっと楽に弾けるようになったりとかしてさ、なんかこう何気にこうね、あれ、ちょっと俺、あれ、ちょっと上手くなってるっぽくねみたいな感じがあったと思うんです。そんな感じで、その人っていうのはすげえ不思議なもんで、なんかやったらやった分だけ結果が出てくるものなんですよ。でそのやったらやった分だけ結果が出てくることはまあ当然かもしれないんですけどね、それをぜひとも楽しんでいただきたいんです。でまたこうどっかでも言いましたけど、そのできないことを楽しむっていうのもすごく大事で、なんかこうチャレンジした時にさ、このね、全然できなかったりとかするとさ、この悔しかったりこうへこむ時もあると思うんです。俺こんなのできないのか、これ本当に人としてできるようになるのかよ、マジでこれ超むずくねっつって、これ俺無理かもしんねえなとかって、なんかそんな風に思った時もあると思うんですが、そういった時にね、そのできないをなんかこうネガティブに捉えるんじゃなくて、できないことを楽しむぐらいの気持ちでトライしてみてほしいんですよ。あ、やった、俺これできない、ラッキーぐらいの気持ちで。でそのできないことを自分が知れたならば、自分がこれをできないということを知れたならば、そのできないからできるまでのプロセスを楽しむこともできるわけじゃないですか。できないがちょっとずつこうできるに近づいていくプロセスもすごい楽しいし、できないができるようになった時のこの達成感とかもすげえ面白いもんで、すげえ楽しかったりとかね、達成感があってなんか嬉しかったりとか幸せだったりとかしますし、そんな感じでこのできないがあるからこそ楽しめる要素ってのもすごいたくさんあるから、ああもう俺できないわ、これもう無理だわってこうすぐ諦めるんじゃなくて、このね、やったできねえ、これからできるまでのプロセスを楽しむことができるぜ、なんかそんな感じでこう前向きに捉えてみていただきたいんです。そしてこうね、そのギターっていうものを楽しんだりとか、音楽を楽しんだりとかしていただきますと、僕としてはすごく嬉しいので、この滝沢道場を通して、しんどいこと、辛いことあったと思うんですが、できることを楽しんで、できないことを楽しんで、より一層ギターが好きになっていただけたら、僕としてはすごく嬉しいなという意図が、ありましたでございます。なので、まあ、これからもですね、バリバリとギターを練習していきましょうということです。前置き以上。本題。これから皆さんがそのね、このギターを練習してその上手くなるためにはどういうふうに気をつけたらいいかということなんですけども、まず一つ目に気をつけていただきたいことは、普段の練習にできないことを積極的に取り入れるということ。例えば皆様が毎日30分ギターを練習したとしましょう。30分のこの練習枠があります。毎日30分30分練習していくと、でその30分の練習枠の内容としてできることで 100% 埋めるんじゃなくて、できないことを積極的に取り入れてほしいんです。なんでかっていうと、そのもう自分がすでにこう、ね、100%、100点満点で演奏できる曲とかフレーズとかを、ね、ひたすら練習しても、確かに精度は高まるんですけども、伸び率としてはそんなにこう、ね、高くないわけなんですよ。できることをひたすら続けてても、この、ね、自分の100点満点が、ね、そのさらに高い100点満点になるだけであって、自分自身の実力が120、130、140っていう感じで成長することはないっていう感じなんです。なので、できる限り、自分のできないことを積極的に取り入れていくこと。
で、その時にまたこう大事にしていただきたいのが、できないことだけで埋め尽くすとつまんなくなっちゃうから、それはまた避けたいんですよ。その皆さん自身が割とそのストイックにそのできないことを、ね、その楽しめるようなマインドを持っていれば、その30分の練習を 100% できないことで埋めてしまっても全然構わないんですけれども、それだけだとこう、ね、飽きちゃったりつまんなかったりとか、ね、その練習することが億劫になってしまっては、これはまた本末転倒なので、例えば、15分間は、自分が好きな曲を練習します。で、15分間はできないことを練習します。みたいな感じでこの半々にしてみたりとか。もしくは、ちょっとまあ20分間もひたすら頑張ってストイックにそのできないことを練習して、で、最後10分間だけその自分ができることを好きなことをバーッとやって楽しむみたいな感じでもいいですし、そんな感じでこの自分のその性格とか、そのね、時間配分とか、そのできない割合とかをいろいろこの加味して、できないことをできる限り多くしていくっていう練習、方法を意識していただくと良いかと思います。で、そのできないことに関しても、その、なんだろうな、むちゃくちゃ難しくて、その自分の実力よりもその、ね、果てしなく遠いものにチャレンジしたりとかすると、どんどん気持ちが萎えてくるので、例えばそうだな、自分の目安としてね、目安として、自分の 130% ぐらいの曲とかフレーズとかが、ベストかと思います。ちょっと自分の その身の丈よりもその 20%、30% ぐらいちょっと素伸びしちゃったかなくらいの曲にチャレンジしていただくぐらいの割合が良い感じだと思います。なので感覚としてはこのね、バッと楽譜を見ました。で、こうバーッと練習します。その時に、これは絶対無理って感じるんじゃなくて、まあ練習すればまあいけんじゃねえかなみたいな感じのくらいの気持ちのものをチョイスしていくということ。そんな感じでその自分のね、身の丈よりもその2倍、3倍のものにチャレンジしても別にいいんですけども、ちょっと気持ちがね、俺いつになったらできるようになるんだって感じで、俺いつまでこれ、どんだけ練習してんだよこれみたいな感じで気持ちが萎えてしまうので、自分の実力の 120%、130% くらいのものを、チョイスしていくと良いかと思います。で、そのチョイスの方法といいますか、そのできないことを、なんだろうな、その、じゃあ、分かったよ、つって、滝沢さん分かったよ、これはまあできないことをたくさん練習していけよ、けど、なんかそのできないことってどっから探していけばいいんだいっていう方も結構いらっしゃるかと思うんです。ぜひね、そういう方はですね、もういろんなギタリストを調べてみてください。例えば皆様、あなたが、その、邦楽のロックが好きだったとしましょう。最近の邦楽のロック。例えばその、ワンオクロックとか、マンウィザミッションとか、バンプオブチキンとか、ちょっと前だったらそのね、ラッドウィンプスとか、グレイラルグルナシーとか、そういうバンドが好きだったとしましょう。そしたらもうぜひその邦楽だけじゃなくて、その洋楽の方にも手を出してみていただきたいんです。洋楽つってもその何から聞けばいいんだみたいな感じで思うかもしれないんですけれども、例えばその LINE ミュージックのその上位チャートを見てみるとか、Amazon ミュージックの上位チャートを見てみるとか、なんか YouTube の急上昇のランキングを見てみるとか、まあ単純に Google でその洋楽おすすめとか、まあ、検索してみてもいいかもしれませんし、あとおすすめなのが、その、例えばその皆さんがそのワンオークロックが好きだとするじゃないですか。で、ワンオクロックのギタリスト、ちょっと僕の名前わかんないんですけども、ギタリストがいます。で、そのギタリストが、その影響を受けているギタリストっていうのも、その雑誌のインタビューとか見れば結構出てきたりとかするんですよ。なんかウィキペディアとか見たりとかすると。そのギタリストが影響されたギタリストとかをまたこう見てみると、すごいこう世界が広がっていったりとかします。例えばその僕は、そのラードネスの高崎明っていうギタリストが昔すごい好きだったんですけども、まあもちろん今でも好きですけども、その高崎明はそのバンヘイレンとかのね、その辺にこうめちゃめちゃ影響されているんですよ。で、そのバンヘイレンとかを聞いたりとかすると、またこう、ね、世界が広がるし、で、そのバンヘイレンと同時期にその活躍したギタリストとかを見てみると、またこう、世界が広がったりとかしますし、もっとフュージョン系、例えばそのリー・リトナとかラリー・カールトンとかに行くと、また違ったギタリストの世界とかあったりとかしますし、ジャズ系に行けば、例えばそのジョー・パスとかマーティン・ティエラとか行くと、またこう、違った世界とかあったりとかしますし、で、ちょっとエレキから外れますけど、例えばそのボーサノバーがあったりとかですね、アントニオ・カルロス・ジョビンとか、あったりとかするとまたこう世界が広がったりとかしますし、もうそのね、自分が知らないギタリスト、もう僕も知らないギタリストがそういう世の中にもすっげえもうたくさんあるわけで、そういったものをGoogle とか YouTube とかを活用してもどんどん探していくと、そんな中でそのね、あ、この曲かっこいいなとか、あ、これはすげえ弾くようになりたいっていうのが絶対見つかるはずなんですよ。で、そういうのを見つけて、どんどん練習して取り入れていってって感じでやっていくと、もっと鍛えられて楽しめるかと思います。なかなかそれも難しいよっていう方におすすめなのが、なんかこの邦楽とか洋楽とか調べても、なんかいまいちピンとくるものがないんだよねっていう方におすすめなのが、教則本を活用するということもすごくおすすめです。
楽器屋さんに行って、そのエレキギター教則本コーナーとかに行ったりとかすると、もうすっごいこの膨大な量の教則本があるわけじゃないですか。で、その中からその自分の好きな本をチョイスすると、それが例えばそのエレキギター その基礎練習、バンタラ、なんたらかんたらとかでもいいですし、なんかこのなんかブルースギター、うんたらかんたらとか、フュージョンギター、うんたらかんたらとか、なんかそういった感じ このフレーズ集とかでもいいかもしれません。楽器屋さんでこうパラパラと見てみて、あ、これ面白そうだなとか、あ、ちょっとこれ弾いてみようかなと思ったものを、1冊、2冊、3冊。買ってみて、それをひたすら練習していくとっていうのもすごくおすすめです。そんな感じでその、ね、既存のギタリストを調べたりとか、教則本を活用したりとかしていって、どんどんそのネタを増やしていって、練習ネタを増やしていって、でその練習ネタをこう、ね、バーッと増やしていった中で、その自分の 120%、130% とかでその弾けそうな曲をこの、ね、チョイスしていって、どんどん練習していくっていう感じで、楽しんでいくと、そんな感じでやっていくと良いかと思います。ちょっと古い本にはなるんですけれども、もう僕がその20代ぐらいの時ってそのめちゃめちゃ教則本をたくさん買ったんですよ。で、その中でそのすごいこれめっちゃ良かったなっていうのが、今でも売ってるかな、あの宮脇敏郎さんのエリキ最強のエレキギター練習帳実践編ってやつなんですけども、あれとかは僕の中ですごいこのめちゃめちゃ練習したというか、面白かった本ですね。なんか12小節ぐらい の, その,、ね、あのフレーズ集なんですけれども、結構その、ね、いろんな幅広い難易度とか幅広いジャンルがあったりとかして、すげえ面白く練習した覚えがあります。そんな感じで、ちょっと僕最近、その教則本系は見たいんでね、具体的にこれとかって言えないんですけれども、本屋さんに行けばね、そのたくさんいろんな教則本があるんで、まあ、そういったものをね、その調べたりとか、チョイスしたりとか、なんか Amazon のレビューとか見たりとかして調べたりとかしてもいいと思いますし、いろいろこう参考、などその練習のネタを増やして、練習をしていくというような感じでございます。で、何度も言うようですけども、大事なのは、できないことを楽しむということ。できないからって、すごい泣いたりとか、へこんだりとかせずに、できるまでのプロセスを、できる限り楽しんで練習をしていくということでございます。そんな感じにね、練習していけばね、必ず、上手くなっていきますので、ぜひとも、そんな感じの意識で練習をしていただきますと幸いでございます。そんな感じです。今日ちょっと竹城道場の10日目、結構ベラベラと喋り続けましたけども、以上でございます。本当に今何度も言うんですけども、この10日間は本当に皆様お疲れ様でございました。僕もね、まだまだそのエレキギター、アコギに関してもそのまた練習中でございますし、まだまだ上手くなりたいなと思っているところなんですけどね、皆様も頑張って練習していただいて、僕もめっちゃ練習するので、ぜひ一緒に練習して上手くなっていきましょうということでございますよ。他に何か言うことあるかな。せっかくね、最終日だからなんかこうね、パッとなんかいいこと言いたいところなんですけども、まあそんなところでございます。僕もめっちゃ練習するので、皆さんもめっちゃ練習しましょう。そしてまあエレキギター、アコースティックギターをたくさん楽しんでいって、どんどんね、音楽ライフを楽しんでいただければ、幸いでございます。そんな感じ。では、本当にこの立ち屋道場の10日間、皆様お疲れ様でございました。またこういった企画をやるかもしれませんので、何かこうね、リクエストとかご意見とかありましたら、コメントの方とかバシバシ書いていただきますと幸いでございます。こんなことがあった、こんな風に感じた、こんなことやってほしかった、こういうところが良かった、こういうところが悪かった、そんなことを書いていただきますと、今後の参考になりますので、ぜひともご協力をよろしくお願いします。それでは、また最後に恒例になりますけども、私、滝沢克則、Twitter などをやっております。TIKAJAWA 滝沢という名前でツイッターやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。それでは、本日滝沢道場10日目、最終日の動画はこれにて終了でございます。明日の6時にはもう動画は更新されませんけれども、もしまた見直したいところがありましたら、また過去に戻って、動画を見直して、ビデオを見直して、たくさん練習していただけますと、幸いでございます。それではまた違うところでお会いしましょう。さよなら、今までお疲れ様でした。さよなら、バーイ。